チャールズ・ティモシー、チャック・ヘーゲルはアメリカ合衆国の政治家。バラク・オバマ政権で第24代アメリカ合衆国国防長官を務めた。1996年に初当選し、以降2期12年にわたってネブラスカ州選出の連邦上院議員を務めた。アメリカ成功会の信徒である。1946年10月4日に、 ネブラスカ州ノースプラットでチャールズディーン・ヘーゲルとベティ・ヘーゲル夫妻の間に誕生した。父はドイツ系を先祖に持ち、母にはポーランド系とアイルランド系の地が流れているという。ネブラスカ州コロンバスにあるセント・ボナベンチャー高校を卒業後、ミネソタ州の英理大学であるブラウン・カレッジの放送学部に進学し、ラジオ放送について学び1966年に、 卒業した。その後は、地元のネブラスカ州に戻り、さらに、ネブラスカ大学オマハ校に進学した。ネブラスカ大学オマハ校在学中の1967年に、兵役により、アメリカ陸軍に入隊し、ベトナム戦争下のベトナムに従軍している。ベトナムでは、第9不評師団霊下の第47不評連隊に配属され、不評分隊の分隊長を務めた。 1968年に三等軍曹の階級で名誉助隊。従軍中は戦闘時の功績などにより、ベトナム共和国部軍十字章や名誉戦勝賞、陸軍商用賞などを受賞している。復員後は、バーテンダーやラジオのニュースキャスターとして働きつつ、復員軍人の社会復帰を支援する、復員軍人援護法による援助を受けながら、大学に通ったという経歴を持つ。 1971年に歴史学の学位を得て卒業した。ネブラスカ大卒業後は、ネブラスカ州第2区選出のジョン・ワイ・マカリスター会議員のスタッフとして雇われ、ワシントン DC のマカリスターのオフィスで働く。1977年にマカリスターが退任するとその後はロビーストに転身し、大手ゴムタイヤメーカーのファイアストーン社のロビーストとして4年間働く。 またこの間に実施された1980年、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党でカリフォルニア州のロナルド・レーガン元州知事の陣営で、組織担当者として活動し、レーガンの当選に貢献している。レーガンの大統領当選後は、選挙活動での貢献などを買われて、大役軍人局の副局長に任命される。 しかし上司であるボブにも退役軍人局長との府は対立から1982年に同職を退任した。ニモとの府は対立との原因は、ニモが退役軍人向けプログラムの予算を削減しようとしたことや、退役軍人団体を欲深いと評して部別したこと、枯葉剤の影響について、ティーンエイジャーの小さなニキビよりも、 悪くないと誤った認識を示したことなどが挙げられている。公職を辞したヘーゲルは実業界に転じ、3人の仲間と共に、携帯電話会社、バンガードセルラーシステムズを起業する。バンガードセルラー社は携帯電話普及の流れに乗って規模を拡大し、1990年代には大手、通信会社の系列に属さない、独立系携帯電話会社の中では、 全米最大の規模を誇るまでになった。バンガード社は1999年に AT&T に買収されたが、バンガード社での成功はヘーゲル億万長者へと押し上げることとなった。またバンガード社の経営にあたる一方で、実業界の様々な業界団体などで公職を務めた。全米サービス産業連盟や民間企業協議会の会長。 最高経営責任者を歴任したほか、ジョージ HW ブッシュ政権時代の1990年にヒューストンで開催された主要国首脳会議では、副事務局長兼最高執行責任者として活躍した。また、アメリカ赤十字社や複数のシンクタンク、政治団体の理事や顧問、枯葉ハザイ被害調停基金総裁なども歴任している。この他には、外交問題評議会にも、 メンバーとして迎えられている。この頃20年近く在住していたバージニア州の州知事選挙に出馬を期待する声もあったものの、それらの声に応じることはなく、1992年には地元の投資銀行、マッカーシーグループの会長に就任するため、バンガード社を離れ、ネブラスカに戻った。また、マッカーシーグループの会長職と合わせて、同社の子会社で、 電子投票機の製造を手掛けるアメリカンインフォーメーションシステムズの会長兼 CEO にも就任し1995年3月15日に上院選挙出馬のために退任するまで同職を務めたこのうち AIS 社は後にイレクションシステムズソフトウェア社に社名変更し電子投票機のメーカーとしてアメリカ国内での知名度を得るようになる ES&S 社の規模拡大などにより、ヘーゲルは、親会社のマッカーシーグループを通じて、2003年までに、少なくとも500万ドルの収益を上げたとされる。またマッカーシーグループの創業者である、マイケル・マッカーシーは後に、ヘーゲルの上院選挙で陣営の財務責任者を、務めることになる。1996年1996年に、ヘーゲルは、 地元ネブラスカ州から同年に実施される連邦上院議員選挙で改選対象となる議席を狙い共和党から選挙に出馬することを決意する。この選挙はそれまで3期18年間にわたって上院議員を務めてきた民主党のジムエクソンの引退により空席となる議席を争うものだった。まず共和党内での予備選挙に出馬したヘーゲルは対抗馬だった。 ドンステンバーグ州司法長官を破り、本選挙への出馬を果たす。本選挙では、同じく連邦政界進出を目指す有力な対抗馬だった民主党のベン・ネルソン州知事に対して、得票数にして9万8000票余り、得票率にして15%近い差をつけて勝利して、政界進出を果たす。当初は、州知事としての経験、知名度があり、 人気も高いネルソンの方が優勢であると見られていたが、その下馬評を覆しての番狂わせて起勝利だった。この勝利は1972年のカール・カーティス上院議員の再選以来共和党にとって24年ぶりのネブラスカ州での上院選挙勝利だった。ちなみにこの時の対抗馬だったネルソンは1999年に2期8年の州知事としての任期を満了、退任した後、 2000年に実施された連邦上院選挙で引退するボブ・ケリー、上院議員の後継として出馬、当選を果たし、上院議員を2期務めた。かつて、ライバルとして選挙を戦ったヘーゲルと、彼が引退するまでの8年間にわたり、同僚として職務に当たることとなった。その後ネルソンも2012年の選挙に立候補せずに引退した。 2002年再選を目指して出馬した2002年の選挙では共和党内の予備選挙は現職として支持を固めて危なげなく乗り切った上本選挙ではライバルの民主党から有力な対抗馬が出なかったこともあり時点の民主党候補に対して得票率にして約83%という圧倒的な票差をつけて再選を果たしたこの圧勝ぶりは州知事選挙や 上院選挙など州全体で争われる選挙に関して、ネブラスカ州史上最も大きな差をつけての勝利だった。ヘーゲルの上院議員としてのキャリアを語る上で最も重要なのは投票行動の経歴であるが、リバタリアンとして知られ、現在はシンクタンク系統研究所の役員も務めるデイビッド・ボーズは、ジョージ・ W ・ブッシュ政権におけるヘーゲルの投票行動を 伝統的な共和党員のもので、すなわち伝統的な共和党の政策、価値観に従ったものと評している。また、保守系の政治団体として知られる、アメリカ保守連合からは100%評価で84%、同じく保守系の政治団体である、全米納税者連盟からも引退直前の2008年を除き、A あるいは B プラスという高い評価を、それぞれ得ているほか、 有権者向けに政治家や政策に関する情報を提供する、ウェブサイトを運営する NPO、オンジーシューズのサイトでも、リバタリアイ傾向のある保守派と評されるなど、保守的な政治家とみなされている。坊主は、ヘーゲルの政治家としてのスタンスを示している、特徴的な投票行動として、以下の5つの法案に対する投票を挙げている。上院議員に就任したヘーゲルが早々に、 直面したのがコソボ紛争だった。この時ヘーゲルは当時のビル・クリントン大統領にアメリカ軍を派遣し、ユーゴスラビアに武力介入する権限を与える法案を提出したが、この法案は否決され廃案となっている。2008年の上院選挙には出馬せず引退し、シンクタンク大西洋評議会の議長やアメリカ合衆国大統領の諮問機関である。 大統領情報活動諮問会議の共同議長を務めた。2013年2月26日に第24代アメリカ合衆国国防長官に就任したしたが、オバマ政権の閣僚内ではいわゆる戸様であり、スーザン・ライス国家安全保障問題担当大統領補佐官との対立も報じられた。2014年11月24日に任期を2年。 残す形で辞任を発表し、翌年退任した。アメリカの国家安全保障政策に関する意見の対立による事実上の更迭という見方が強い。ありがとうございます。